はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で往生上編やっていきたいと思います。藤沢から鎌倉やっていきたいと思います。で、夜にしましょう。まあ別に夜じゃなくてもいいんだ、何でもいいんだけどさ。出発進行、ピー、はい、ピー。何なんだろうね、ピーってね。本当に笛の音なんだろうけど、なんでピーって言ってんだろう、ね、まあ約30分のダイヤですね。お待たせいたしました。はい、じゃあ発車します。はい、左扉。はい、出発進行。あ、トイレが左にあると。で、制限25があるんだよね。まあちょっとスピードを出しておいて、で、制限25。まあこういう感じだね。で、スピード、ここ下り勾配になってんでね、ちょっと気をつけた方がいいんで。制限25。多分速度がね、上がっていくんですよ。まあ20キロでしょ。で、だんだん目盛りが上がっていってるんでね。これでね、速度制限。これで違反取られちゃうからね。制限解除。はい、制限解除。はい、石神です。進入禁止か。あれは今のね、右の標識は。まあこんな感じで、まあ落ち着いていけば、落ち着いて止まれば OK。 432。あ、間違えた、両扉押しちゃったよ。どっくせってな、江ノ電だけそうなんだよな。はい、左扉閉まります。まず進行、柳小路、柳小路です。35キロまで上げると。まあこんな感じですかね。踏切はないのかな。全然駅が見えないっていう。踏切も今見えなかったしね。さあ、どんな感じ。あ、もう駅が見えてきたんで。柳小路です。お出口は右側です。うわ、女子高生いっぱいいるな。ちょっと上げて。はい、こんな感じで5、4、3、2。うわ、停止していく。あ、間違えた。ああ、そうだ。こっちだった。右扉だった。まあ、3ポイント限定だから、まあ、まだいいんだけどさ。と、扉間違えちゃうんだよね。なんで扉間違えるんだって思うかもしれないんですけどね。江ノ電だけなんかね、両扉じゃないんだよね。函館支局とさ、あと伊予鉄道、京福電鉄は遠方進行、両扉のレバーを押せばいいんですけど、江ノ電だけね、ホームがある側に、あ、ホーム寄りのレバーをね、押さなきゃいけないんで、出口が右側だったら右扉のレバーを押さなきゃいけないんで、ね、
も制限20万。ほんと難しいんだよね、これ。つい癖でね、両方のレバーを押しちゃうんだよね。場内進行、圧力よし。はい、圧力よし。制限20か。まあ、こんな感じで。はい、と。こんな感じ。はい、くげ沼で、くげ沼です。制限20。はい、制限20。ちょっと遅れるね、これ。こんな感じで。98。43。はい、あーまた間違えちゃった。何やってんだよもう。ほんとこれ難しいからね、ついやっちまう。湘南海岸公園まで制限20か。これぐらいのブレーキで、まあこうやってね、静かに行けば大丈夫です。お出口は左側か。連続で扉間違ってるからね。徐々にスピードが上がってってるからね、これ。まあこんな感じで、はい、制限解除。35キロまで上げますね。まあこんな感じでゆっくり行けばいい。霧の音が聞こえねえ。まだか。まだか。息は見えねえ。まあこういう感じで行けば。お待たせいたしました。湘南海岸公園、湘南海岸公園です。お出口は左側です。はい、お出口は左側です。列車の方の間が広く空いておりますので、降りの際はお足元にご注意ください。はい、こんな感じで、4、3、2。左扉ですね。やっとまともにドア開けられたよ。次が江ノ島。はい、左扉。江ノ島です。お出口は左側です。まあこんな感じで制限25。制限25。制限解除。で、制限解除。で、とりあえず40キロまで上げて、惰性走行。という感じですね。場内進行、圧力。場内進行。はい、江ノ島です。お
はい、左側です。制限20。はい、制限20。多いんだよね。まあ、こういう風に落としていきます。ここもちょっとお客さんが多いですね。で、5、4、3、2。左。おいいね。次が腰越え、腰越え。はい、進行 OK。で、制限20がありますね。次は腰越え、腰越えです。まあ、こんな感じで。で、制限15っていうのがあってね。制限15。まあ、この辺で大丈夫でしょう。制限15。ここまでは大丈夫なんだね。まあ、こういう感じで上げていきます。さあ、あともう少しで制限解除だ。まあ、こんな感じで電車接近。制限、はい、制限解除。まあ20キロぐらいでちょうどいいみたいですね。押し越えはお出口左側です。20キロ以上で走っていっても大丈夫ということなんで、ちょっと上げといて、車止まってんの真っ暗だから全然、ね、ここで路中されてされると困るんで、でセブンイレブンはあると。いいね、こうやってゆっくり走っていくのがいいよね、やっぱり。まあこんな感じでね。ああ、こちら、そうだ、すっかり左側です。電車とホームの間が広く開いておりますので、しっかり忘れてご注意ください。3、2、1。だなと。いやー、ナースミスか、もったいねえな。マイナス6か。次、鎌倉高校前。制限25。この辺で。ああ、そうだ、この視点でやんなきゃいけなかった。制限25。まあ、こんな感じでね。あとはあれか、花火は見えないか。これ難しいねーな。この視点でやるって難しいよね。花火見えました。踏み切りすっかり忘れてしまった。
じで。ああ、押すのはスカイアスですね。まだかな。この視点でやるのは結構だ。鎌倉高校前、鎌倉高校前です。これ道は左側です。こんな感じで。こういう感じでね。ボーナス4、あ、1個忘れてた。次が七里ヶ浜。まず左扉でアナウンスですね。七里ヶ浜、七里ヶ浜。それは難しいよね。人乗ってないって。お客さん乗ってないで、花火が見えますね。で、制限20があるのか。こういう感じで制限停止、難しいんだよこれ本当に、ね、まあこの辺で176544、もうちょっとこう、あ、いいんだ、OK だ。制限20を忘れそうになるんで、ここで止めといて、これこの視点は難しいよね。あ、なんか踏切の塔全然わかんないね。ここか、制限解除。綺麗ですね。あ、なんか踏切の音がなんだかさっぱりわかんない。あー綺麗ですね。全然違うとこ鳴らしてる。七里ヶ浜、七里ヶ浜、まあこういう感じですね。人が歩いてるのでちょっとスピード上げといて、出口は右側です。3、2、右側。まあ花火見れるんでいいですね。通勤が、稲村が先ですね。まあこんな感じで行きましょう。制限20、制限、まあ、こういう感じで、ね、制限、ずっと制限20なんだ。40キロまで
なんか踏切の音が聞こえん。ああ、まあ、はっきり聞こえるね、これ。もう花火まだ見える。制限20。はい、と。で、もう一回制限20があるんで。制限20。制限20。もう見えないかな、花火に。まだ見えるかな。こういう感じで。制限解除。制限解除。35キロくらいまで出しといて。前方注意。注意って言われてもな。どうしようもない。ああ、いいね。でっかい花火だ。ああ、いいですね。両内停止。マジか。止まんのか。そんなことあんの？場内進行、ちょっと早く着きすぎたってことか。速度制限。稲村ヶ崎。また遅れてるし。こういう風に稲村ヶ崎は右側です。432。うん、ああ、5か所隠し的5か所あんのに4ポイントしかもらってない。はい、発車しまーす。お待たせいたしました、鎌倉行きでございます。はい、鎌倉駅。次は極楽寺、極楽寺です。極楽寺も右側ですね、お手打ちが。まあ、こんな感じで。制限解除。はい、制限解除。でまた制限25がある。この辺にしといて。あ、人が歩いてる。ちょっと遅れてるからね。30キロにした方がいいのか。制限25。遠方進行。まあ、こんな感じで。制限25。はい、制限25。制限解除。もうちょっと制限、もう少しで制限解除。変更、進行。進行。制限解除。35キロまで蛇行し、出して。まだか。もうちょっと出すか。極楽寺です。まあ、こういう感じで。432。こっちか。
もう花火終わったかな。次が右側です。出発進行、次は長谷音部、よし長谷です。いや、警笛鳴らせか。トンネルに入ってんの。まあ、こんな感じで制限20に備えると。場内進行、圧力よし、はい、圧力よし。制限20、花火もう終わっちゃったね。制限20。あぶね。長谷です。お出口は左側です。まあ、こんな感じ。3、2、長谷は左か。ここでなんか隠し警笛忘れてんだよな。次は由比ヶ浜。じゃあこの視点で行って行きましょうか。お待たせいたしました。鎌倉行きでございます。制限20。次は由比ヶ浜。由比ヶ浜です。鳴らす。制限解除。制限解除。制限30がある。ちょっとスピード落としといた方がいいんで。こんな感じで制限30。で、制限解除がある。運転しやすいね、こっちの方がね。そりゃそうだよね。制限解除。で、制限。まあ、こんな感じで。由比ヶ浜、由比ヶ浜です。はい、由比ヶ浜、由比ヶ浜。感じでいきましょう。4、3、2。はい、次が、おお、7ポイント。次はだずか。はい、発射します。発射。圧力は和田塚です。まあ、こんな感じかな。切りの音は聞こえる。和田塚です。じゃあこのどんぐらいで、この辺で、こういう感じで、4、
3、2、ああでも70点取れてるね。次が終点鎌倉、鎌倉発車、圧力よし。次は鎌倉、鎌倉終点でございます。次は鎌倉、鎌倉です。横須賀線ご利用の方は乗り換えです。はい、横須賀線ご利用の方は乗り換えです。 E217 系だけ横須賀線走ってるよね。まあ40キロ、で、制限20と15があるのか。一直線だね、直線線路だね。まあこんな感じで、場内進行、はい、場内進行。制限20があるんだよね。制限20、まもなく終点鎌倉、鎌倉でございます。はい、終点鎌倉です。お忘れ物落とし物なさいませんよ。出口は左側です。江ノ電をご利用いただきましてありがとうございました。お出口は左側です。終点鎌倉に到着です。制限15、はい、制限15。間に合うかな、ちょっと間に合わないか。まあこんな感じでね、ちょっとスピード落としていくんで、4、3、2、で、左か。おお、78点か。まあ、花火も見れたし、いいんじゃないですかね。おお。ああ、惜しいね。おお、でも839点ももらえた。やったー、沿線名所案内と観光名所写真が増えたー。おーし、でまあそんな嬉しくないけど。あ、最高記録だこれ。ハイスコアだね。そうなんだ。はい、これで、はい、名前入力して終わり。お疲れ様でしたって言うんですよね。常務、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。で、エンディングになります。
まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。電車でゴー！四条編。